福江藩。福江藩は、江戸時代の非全国において、後藤列島全域を治めた藩。後藤藩とも呼ばれる。藩の成立から、藩籍奉還まで、戸様大名の後藤家が藩主を務めた。国高は一万五千余石。一時、富江領に三千国を分治し、一万二千余石となる。で、藩長は、石田城、当初は、江川城。現在の長崎県後藤市で、 上主大名だった。文治三年、1187年、平家森、平野忠盛次男、平野清盛の異母帝が、浮島に上陸し、浮世を名乗る。関能二年、1351年、浮閣が、浮より、福江島岸区に移り、天正十五年、1587年、浮住春が、五島政へと改める。藩の成立は、 江戸時代初頭の慶長八年、前六百三年に、初代藩主、後藤玄忠氏、後藤住春の志士が、徳川家康に越し、一万五千は余り氏の所領を認める、主因状をおしされたことに始まる。第二代藩主、森都氏は、玄忠氏の養子として、慶長十七年、前六百十二年にその後を継いだ。五年、前年、忠氏の実 後藤角衛門の養子であった大浜モンドが後継者の権利主張と森都市の失政を幕府に対し実訴した。しかし幕府は森都市の正当性を認め、モンドの訴えを退けた。森都市はモンドとその一派を処刑した。いわゆる大浜モンド事件である。この事件を機に藩主の支配権強化に着手し、反省の礎を築いた。平能分離の徹底と、 各地行地に居住していた家臣団に対し、福江直りとこれる福江城下への移住を強制した。福江直りは、官営11年1634年に官僚している。官営12年1635年には、領内の研究を実施し、曖昧であった家臣団の地療校、序列を決定した。さらに、慶長19年1614年に消失した。 江川城に代わって、官営十四年1637年、石田陣社を建設して、藩庁の整備を行った。城王元年1652年、巨場として最盛期を迎えて居住者の増えていた、男女群島に女島奉行を新たに設置した。第四代藩主、森正は幼少で藩主となり、官文元年1661年、その貢献役で、 おじの世紀よに、富江領三千国が分置された。この地は、捕鯨が盛んで、犯罪性の基盤となっていた。しかし、富江領成立直後から福江領有、河村、現在の南松浦郡新上五島町と、富江領御目村、新上五島町の漁民の間で、流血にまで至る、漁業権問題が発生した。幕府の仲介により、元禄二年、千六百八十九年、 入会制度が成立して問題は解消した。その後、捕鯨による利順で犯罪性は潤うこととなった。捕鯨で潤っていた犯罪性も、江戸時代後半になると度重なる基金により、逼迫することとなった。このため、第六代藩主、森慶は、寮内の労働人口を把握して確保するため、教法六年1721年により、 人付け改めと呼ばれる徹底した人身把握政策を開始し、各世帯の家族数、年齢、世帯主との続き柄、羊、身分を細かく人付き帳に記載した。第七代藩主、森道は法歴十一年、1761年、三年方向性と呼ばれる反省史上最大の悪性を開始した。これは、 領民の長女を除く娘が十六歳に達すると、福江の武家へ年間無休で奉公に出されると言いわば奴隷制度に近いものであった。三年の奉公の後、里に帰り結婚するのであるが、離婚すると、再度、三年間奉公に出された。米五国、または、銀三百0問目を藩に差し出せば免除をされるという、抜け道もあたが、 相当に裕福な領民でなければ年出できる額ではなく、ほとんどの領民は奉公に出された。ひとつけ改めとともにこの制度は幕末まで続いた。開営2年、1849年、幕府より追記の許可を富江藩主、後藤政官が受領し、第10代藩主、後藤森成が着工した。文久3年、1863年、第11代後藤藩主、 聖徳によって、日本で最も新しい城として、石田城が竣工した。明治四年、1871年、廃藩地県により、福江県となる。後、長崎県に編入された。明治二年、1869年に、旧藩主、後藤家は家族に列し、明治十七年、1884年日釈となった。政徳の後を継いだには、 男子がなかったが、旧柴田藩主家の溝口直弘の十六男森光を養子に迎えることで無事に家を存続させた。しかし、森光の後継者だった森テは、昭和20年、1945年8月9日に、長崎市で原子爆弾に被爆したことが原因で9月2日に、即居した。戸沢1万5千余席1万2千余席1万5千余席。ご当時、 第二十三代当主、福江藩の、第三代藩主、後藤森次の弟、後藤正紀よ、富江後藤家初代当主が、漢文元年、1661年、宗家、福江藩より分治して、富江藩が成立し、成長として、富江陣屋が築かれた。国高は三千国で、後家、後代より合い、大名格として扱われた。第代当主、後藤 随方向は、将軍、徳川家成の蕎麦衆、大番か白役、京都二条城在番、大阪城番、諸国巡堅使を歴任した。第七代当主、後藤森光、将軍、徳川家持の蕎麦衆の時代には、実高一万六百余席となった。慶応四年、1868年、第八代当主、後藤森明の第二、福江藩に併合されたが、この際、 富江領民は武装放棄して激しく抵抗した、富江騒動。兵庫家三千国。このほか、明治維新後に、富江領の第八代当主、後藤森明が、尻辺四国磯屋軍の南部を領地としている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。